飯島先生は学生時代どんな学生でしたか？私はね、1年浪人して大学に入ってとすぐね、部活に忙しかったんですよ。山岳部と音楽部に入って、オーケストラに入って、なのでと夏休みは、1年の夏休みは40日間山にいましたね。歩ったり岩登りしたり、もうやりたくてやつ。それからやがてこれはやらなきゃいかんって気がついたのは大学4年になってですね。4年の夏休みから私の場合は大学院行ったんです。学部終わってからね。なので大学院の入るために準備を夏休み終わってから始めたんです。じゃあ僕たちもまだ取り返せる。もちろんもちろん。カーボナノチューブを発見したきっかけって何なんですか？長い話になるね。どういうふうに短くして説明しようかね。カーボンはカーボン、炭素ね、ナノはナノメートル、非常に小さい、チューブはチューブ、カーボンナノチューブ、ですね、非常に小さい物体構造なので、普通肉眼では見えない、なので見る道具がいる。でその道具は何かっていうと、電子顕微鏡で、私は実はね、電子顕微鏡の専門家なんですよ。で電子顕微鏡で非常にナノメートルサイズのと、そういう小さなものをたくさん見てきたんです。でカーボンナノチューブというのはその中の一つなの。なのでまず電子顕微鏡をしっかりと習得しないとカーボンナノチューブは見つからなかった。もう20年前です、見つかったの1991年。でそれが非常に面白い材料っていうことがだんだん分かってきて、で今世界中でこのカーボンナノチューブについて研究してます。カーボンナノチューブを発見した時、先生はどう思ったというか感動したんですか？まずカーボンナノチューブって非常に細くて、こう細長い材料物質なんですね。でそういうものはね、世の中にあんまりないんですよ、自然界に。だからそれを見た時にね、これは面白いに違いないっていう、ね、なんか頭にすぐピンときたんですね。でそれはやっぱり予想通りに、いろいろその後調べていくと、なのでその時になぜピンときたかっていうのは、これ説明するの難しいんだけども、これは面白い、本物であるに違いないっていうすぐひらめいたのは、やっぱり私今までいろんなことをやってきたので、いろんな材料を電子顕微鏡で見てきたので、それが非常に役に立つ、その今までのやってきた背景経験、そういうのが役に立ったので、多分普通の人だと見てもその面白さはね、すぐピンとこなかったかもしれないけれども、私の場合は幸いにこれは面白いに違いないって、なんとなく分かりましたね。なんて言うんだろうな、それすぐにはその進化は面白さはすぐには分かんないんだけど、私はなんとなく分かってきた、分かるんですよ。でそれはね、なんていう説明するかな、ちょっとその私のもう20年前だけど、その20年前にサイエンス、科学の我々の分野で、物質材料の分野でどういうことが面白いかっていうのはね、そういうのはみんな思ってた、あるんですよ。でそれは今で言うとナノメートルとナノサイエンス、ナノテクノロジーで、それに関係してるんだけども、そういうのにね、結びついてるんです、つくはずだっていうのが、そこらがすぐ分かったので、これはやったっていう感じがしました。そのような発見をするために大切なことは何でしょう？そうですね、今まで言ってきたようにカーボンナノチューブの場合、非常に小さい構造体なので肉眼では見えない、なので見るためにはまず顕微鏡、しかも電子顕微鏡が必要ですから、電子顕微鏡をでいろんな細かいものを、小さいものを見るっていう、そういうトレーニングをしなくちゃいけない。それは結構時間かかるんですよ。私は学部4年終わって大学院に行って、それ電子顕微鏡のまずこういうと見る方法、テクニックをみっちりと勉強しましたね。なのでそういうまず自分でできる、そういう
実験の場合にはそういう技術を習得する、でそれでやがて戦いに行くわけですけども、でそれが絶対やらなくちゃいけない、それは結構時間がかかるし、時間をかけて、とにかく我々の世界は世界の研究者と戦うわけだから、そんじょそこらじゃいけないんです。みんな一郎末位ぐらいにね、技術を持たないとね、世界に出てくと通用しないんです。だからそこはがっちりやる。で、そういうトレーニングの時代が必要かなと思いますね。私はですからそれまでにやっぱり10年以上かかったと思う。で、それがあったので、そういうカーボンナノチューブみたいなのに巡り合ったというか、見た時にこれは本物だってすぐ分かった。科学の歴史をちょっと見てみると、いろんな発見発明があるけれども、結構ねそういう何かやってて、と違うところでもっといい面白いことが見つかったっていう。でナノチューブね、そのところもちょっとあるんですよ。全然ナノチューブなんて世の中にないんだから、あるかどうかも分かんないんだから、何かやってるうちに出てきた。でそういうのセレンディピティ、セレンディピティっていうんですよ、偶然の発見だけど、面白いのは初めからね偶然の発見で仕事はできないよね。何が来るか分かんないのに何かやってて、だけど他のことは一生懸命やっていて、そうするとその横丁の方で何かもっと光るものがあるっていうね、面白いものがあるっていう。でそういうのにね、みんな人生で出くわすんですよ。だからね、なんて言うんだろう、それにはどうしたらいいかってね。そうするとね、簡単に言うとボケってしちゃいけないんですよ。だから私の場合だったら電子顕微鏡の技術をじっくりと身につけていて、ですから電子顕微鏡を使って何かものを調べてるけど、それの技術は俺が世界一だと思ってるからね。だから皆さん来たってね、そんでそこらちょっと入ってきたって見えないんですよ。でも私には見える。だからそういう準備をしなくちゃいけない、そういうことなんですね。 なのでセレンディピティは偶然の発見なんだけれども、やっぱりそれなりに皆さん いろんなしっかり準備して、なるべくしてなったというか、で偶然じゃなくて本当は必然なんですね。必然の発見なんです。先生が発見されたカーボナルチューブで医療とかそういう、うん、今宇宙にそのエレベーターを建てるとかいろいろあるじゃないですか、うん、先生は材料カーボナルチューブに将来どんな感じで役立ってほしいとか考えありますか ね、幸いカーボナノチューブっていろんな可能性があるんです。でエレクトロニクス、半導体、トランジスタを作ったり、あるいはゴムみたいなね、伸びるけれどもと電気が通る。ゴムって電気通らないでしょ、ポリマーは通らないんですけど、でそういう、あるいは非常に細い材料なので薄く例えばガラスにこう塗布する。そうするとガラスっていうのは電気通らない、全体なの で薄くすると一見光はよく通ってガラスもだけど膜があるので実際は電気が通る。そういうのを透明導電膜で、プラスチックの膜があるでしょ、あれもプラスチックだから電気は通さないけど、それに薄くナノチューブを塗布する、コーティングすると電気が通る。ですからみんな携帯なんかがありますよね、あれはタッチパネルで電気が通るんですよ、シャッと。だからそういうタッチパネルの材料にもなるし、そういう研究が進んでます。なのでいろんな応用が考えられてて、そういう意味では非常に面白い材料なんです。医療に結構興味持ってて、はいはい、そのカーボンナノチューブを使う、細い管じゃないですか、うん、それを使ってその医療に貢献することとかはやってます。私は明治大の研究室じゃないけど他の研究室でやってます。どういうことかっていうと、ナノチューブってストローみたいな、うん、中中空なんですね。その中に抗がん剤、例えば薬を入れるんです。がんとかがんの薬を入れて、そしてそれを注射して、
でナノチューブ非常に小さいからナノメートルなのでもちろん目に見えないし、その中に薬を入れてそれをと注射して、肺がんとかそういうがんのあるところにそれを薬を持って行って、そこにとどめる、そこにとつまり抗がん剤っていうのは注射すると全部に回っちゃうじゃない体に。そうすると副作用で正常のところまでやられちゃうのでそれは困る。なのでチューマーって腫瘍のあるところだけにその抗がん剤を薬を持ってくる。でそういうのをドラッグデリバリーシステムって言うんですけども、ですから小さいの中に薬を詰めて入れて、そしてこれはねいろんな方法でこういうがんの部分に持っていくんですけども、そこに届いたら外から光を当てたり熱を当てたりすると当てた時だけ薬が出てくるんです。そうするとがん細胞をやっつける。だから四六時中出してるんでだらだら出してるんじゃなくて、必要な時に必要な量だけ薬を投与する。それがねDDS とドラッグデリバリーシステムの、ね、役目なんですよ。でそういうのにナノチューブが使われてます。使うように我々研究してます。ってことは将来副作用が可能、はい、なしでガンガン治せたりとかするあります。はい、それはナノチューブだけじゃなくて他の同じような材料がたくさんあるんですけども、今いろんな材料をいろんな人が一緒に調べてるところですね。そうするとやがてはきっと今がんで苦しんでる人がいるかもしれないけれども、本当にもう局所だけがんのあるところだけ薬を持っていく、そういうことが多分近い将来できるようになると思います。徐々にこれからその広まっていくと使いやすいようになっていったりするんですか、価格的にも。うん、そうですね、カーボンナノチューブって1991年に我々見つけたんですけども、もうでも20年経ってるけどね、結構やっぱり我々の生活の中にこの材料が入ってくるっていうのは時間がかかるんですねと思うんです。なので今盛んにそういう応用の研究をしてますけども、多分近い将来いろんな分野でナノチューブが我々の近くに来るかもしれません。でも例えばテニスラケットとかね、ゴルフクラブとかね、ナノチューブとはちょっと違うけどカーボン炭素繊維ってなってしょ、それはもうちょっと前から我々の生活に入ってるでしょ。だからそれと同じようにね、あれにもカーボンナノチューブちょっと入ってるというメーカーもあるんですよ、うん、なのでまあだんだん入ってくると思います。カーボンナノチューブって確かアスベストみたいに発がん性があったと思ったんですけど、はい、うんうん、それはもうね、これはカーボンナノチューブに限らずそういうナノコートって非常に小さい材料なので目に見えないし、例えばおっしゃるようにアスベスト石面石綿の場合にはそれを吸ってしまうと肺に入って出てこないんですね。そうするとそれを中心にしてがんが発症するっていう、発生するっていう、そういう危険、体に対して危険なという面もある。なのでナノチューブに限らず非常に小さな材料っていうのはもう空気の中にたくさんありますけども、そういうのがどういうふうに体に入るとどういうふうになるか、どういう病気を起こすか、それは非常に重要な問題なので、カーボンナノチューブの場合にも今日本では、世界もそうですけども、これを例えばネズミとかウサギに与えて肺に入れたりこすったり、そして血管の中に入れたりして、どういう症状が起きるかっていう、そういう人体に及ぼす影響っていうのは詳しく調べてます。で今までは非常に大量に取ってしまうとなんかがんが発生するとかそういうふうになりますけど、普通に扱ってて入るぐらいではそんな影響はないというふうに今はなってます。ですけどそこは重要なところ。